FF 吉田 P、 FF16 が売れなければ次の作品が作れなくなってしまうけどいいのかっていうような発言が飛び出しました。いやーけどまあ言いたいことはわかるよ。言いたいことはそれはまあ当たり前ですよね。スクエニもだってさ営利団体なわけだから。まあナンバリングが売れなければ、だってその原資がないわけだからさ、原資もなければ、開発費の回収も目処がつかないんであればさ、さすがに、ナンバリングにまあ出さないっていうのは多分ないと思うけど、予算は確実に減ると思うから。じゃないと単純に赤字を垂れ流してしまうだけだからさ、言いたいことはすごいわかるけど、それをねそもそもプロデューサーが言っちゃっていいのかっていったところはね、また話が別かと思うんですよ。そこについて皆さんどう思いますか？ぜひ、コメント欄で皆さんのご意見も聞かせてください。よろしくお願いいたします。そういったところでこちらファミ通の、記事に掲載されていた、ワードではあるんですが、ちょっと一昔前の、記事になっておりますね。具体的にはFF16 吉田尚輝プロデューサーよしぴインタビューと、バトルシステムや世界観について新情報が続々と公開と、オープンワールドじゃないから、なんか逆にさオープンワールドを推してるゲームが多い中でオープンワールドじゃないっていうところを押すのって結構珍しいよね。まあそういったところでオープンワールドじゃないからこそできる突き詰めたゲーム体験を、今回 FF シリーズの中でもかなりの開発費、もう言ってるね。はい、つぎ込んでいるため会社としては収支もとても大切ですと。もしシリーズとして売り上げがどん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 低下していけば次の作品が作れなくなってしまうと。だからもうちょっと長かったりとかで、他のインタビューでもいろいろ語っていた記憶がありますが、まあ結論ね、みんな買ってくれないと、まあ次回作がまあ作れなくなってしまったりとか、ちょっと低クオリティになってしまうとか、そういった話がね、時々飛び出しているのかなと思いました。でまあ遡ればこういった発言が過去にもあったといった状況でございますね。まあ言いたいことはわかるし、まあそりゃそうなんだろうなと思いますね。ただそれをね、こんななんか記事とかで言っちゃっていいのっていうところとか、なんかいろいろ突っ込みどころがあるんですが、なんかあくまでそれって社内的な問題だからさ、表に出したらあまり良くないんじゃないかと思いましたけど、いかがでしょうか。ただ一方で16に関しては、まあ売上本数が目標に大幅に届かなかったと、スクエニの社長がね決算発表の際に自ら言っていたからさ、もう正直これどうなるんだろうね。まさかセブンティーン出ないとは思うけどさ、いや出なくなるっていうことはないと思うけどさ、まあ多分出るとは思うよ、出るとは思うんだけどさ、まあ正直なんかこれを見てると、まあ、相当厳しいんじゃねって思ってしまいましたね。まあなんかあくまで個人的な見解も含まれておりますが、いやーどうなんでしょうかこれは。むしろもう新作は作るな、アーカイブ事業に専念しろ、 FF16 で終焉でいいよ、もういらない、まさにファイナル、やっとタイトル回収できたんだね、長かったな、プレステ5独占にした時点でしくじってるんだよとか、それなとか、なんかいろいろそういった発言が飛び出していると。それは20年前から定められた運命だから先ようがないと、その上で何でもやれたはずなのにと、まあいろいろ言われておりますね。はい、まあそういうレベルじゃないと困る、ネタ的な意味で答えは出たねと、はい終われと。けどはい終わったらさ、ちょっと悲しくなる方結構多いんじゃないの。結局 FF17 はなんだかんだで期待してる人っていうか購入したいっていう方多いんじゃないかな、どうなんでしょうか。皆さん FF17、 FF17、 次回作もし仮に出るとしたらどういったところを期待しますか。どういったところを改善してほしいですか。どういったところに変化が欲しいですか。ぜひコメント欄で皆さんのご意見とか、そういったところをですねお聞かせいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。何でもやれた、ベッド一つに80人で4時間会議、それならもうファイナルファンタジーは大丈夫だね、新規 IP で頑張ってください。だからポークンを生み出した、
長期的に売る手段がまさかのこのままだと続編出ないぞその脅しと、まあそういったことがねいろいろ言われていたりとか、まあ本当にこれどうするんでしょうかいや割とマジで何とも言えないけどね。はい、 FF16 か。まあ売れたか売れてないかで言うと、まあ正直かなり厳しい状況ではあるけど、ただ次の作品が作れなくなってしまうっていうのはちょっと極端すぎるので、まあなんだかんだでまだセブンティーンは作られるんじゃないかなと思いましたね。はい、シックスティーンか。けどなんでこんな売れなかったんだろうね。まあこれっていうのは別に国内パッケージ版とかダウンロード版とかそういったお話ではなくて、全世界的に売れてなくて、でプレステ5ってその国内ではあまり普及しておりませんが、まあ世界的にはねかなり普及しておりますので、そういったところを考えるとなんかもうちょっとね売れてもよかったと思うし、でなんかプレステ5独占タイトルにしたと、せざるを得なかったというような意見とかもありますが、ただ一方で世界で売れてない理由にはならないとそれって思うからさ、まあ世界で結構普及しているわけなんでってところを考えた時に、まあ FF16 というか、まあこの FF ブランド自体にまあ疑問を抱く方が増えてきていて、で結果として売れなかったって考えるのが、通常かなと思いますね。まあそんなところで、もちろん前作が売れなければ次回作は作られないといったことは当たり前かと思いますが、ただまあ結局こういった発言をしてしまうことによって、結果として売れなくなってしまうのをさらに加速させているんじゃないかなと思いました。はい、まあそんな感じでございます。ただまあスクエンとしてもね、現状売れているタイトルっていったところが、外伝含めて、あまりないので、まあ少なくともFF ブランドというか、まあナンバリングには力を入れないとそもそもね、根本的に成り立たないっていう構図がすでに出来上がってしまっているから、まああくまでその売れていないっていうだけであって開発費を下げることによって、まあ結果として出すことができるわけだから、まあ個人的な見解としては開発費はやっぱり、そこまで多くはかけることができないけど、でその中でいいゲームを作っていくっていうような、そういった方針にシフトしていくんじゃないかなと個人的には思いましたね。はい。まあさすがにそんな感じじゃないかな。さすがにね、ね。まあちょっと難しいところがこちらに関してありますが、ただね、ちょっと本当に言いたいことはいろいろありますよね。はい。まあ正直 FF17 に関しては、まあさらに売り上げが厳しくなるというか、まあクオリティをね、まあ高めていけるんであれば全然問題ないと思うけど、逆に開発費が減ることが普通にもうすでに予想ついている中で、まあここに期待してる人ってどれぐらいいるのかっていったところですよね。はい。まあ予算をね突っ込めばいいものができるっていうわけではないかと思いますので、まあそういったところを考えたときに、まあぜひね、ちょっとコスパよく作っていただきたいっていった点と、で、できればモンスターズ3みたいな、ああいった外伝のキラータイトルにも予算をね、割いていただければ非常に嬉しいなと思いました。いや、それこそね、聞いた話によると、モンスターズ3に関しては、FF16、16の開発費の、確か予算の 10% も確かなかったみたいな感じで聞いておりますので、そういったところを考えると、ちょっと前 FF16 に振りすぎじゃねっていう話もあるから、まあぜひちょっとそういったキラータイトルにも触れてほしいなと、個人的には思います。っていうことでお疲れ様でした。ではまた。